どうもうずです。今日は Amazon で買った品物が届いたので、ちょっとね開封動画ちょっとやろうと思います。作業がちょっとできなそうなんで時間的に。よいしょ。で Amazon ね、 Amazon よいしょ。箱はいつもでかいんだよね。はい、で今回購入したのはこちらですね。 Amazon 購入したのはトランセンドの SSD ソリッドステートドライブでございます。でサンディスクとかねインテルの製品とちょっと悩んだんですけど、まあ Amazon のねちょっと検索するとこれが一番上位に来ていて、まあ、手頃なお値段だったのでこちらをちょっと選びました。まあ、宇さんとしては起動ディスク、まあ、システムだけですねを、入れられればそれでいいので、容量の方も256もあればいいかなと思ってこちらにしました。で実際宇さんですね SSD は初なのでちょっと何気にねドキドキなんですけど、まあ、見ても普通のねただのパーツだと思うんですけどね。おお、結構パーツ入ってる。ちょっとね机の上が散らかってるよね。ちっちゃいね。こんなちっちゃいんだ。ああすごいね。ちゃんとね、この中に入ってますね。よし。はい、こちら、トランセンドの SSD。結構やっぱ細いね。ちっちゃい、軽い。うん。でも悪くないね。うん、まあこれが本体ですね。今回の買った商品。ちょっとね、まだすぐ取り付けしないんで、一回ちょっと箱に戻しておきます。で、今回買った品はそれ以外におまけで、こちらですね。2.5 インチ弁にするためのトレイとビスがついてます。まあこれはね、まあ、使っとこうかな。まあ、あとはね本当に簡単なマニュアルとなんかいろいろ宣伝がついてます。で本日は本当にちょっとね時間がなくて撮影しきれないんですけど、まあ、こちらのトランセンドの SSD を、自作パソコンにちょっと組み込むっていう動画をまた後日アップしたいと思います。今日はちょっとこの商品が届きましたっていうそれだけの動画なんですけど、で渦のチャンネルはこんな感じで、適当なんですけど結構パソコン系の話とかねゲームの話とかよくやってますので、チャンネル登録まだされてない方はぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ということでではまた別の動画でバイバイ。